10兆円大学ファンド。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は10兆円大学ファンドについて解説しようと思います。このニュース知らない方も多いと思うんですけれども、今年の春から日本政府が世界トップレベルの研究力を目指す大学を支援するっていうのを目的に、大学ファンドの募集をスタートさせるんですよ。今回はね、その内容について解説していこうと思います。結構ね、日本の切実な大学事情を知れるので、面白いニュースだなと思います。概要といたしまして、日本政府は今年の春から大学ファンドの募集をスタートしますと、目的としては世界トップレベルの研究力を目指す大学を支援すること。10兆円規模の公的資金を原資として運用して年間3000億円の運用益を出すと、そしてその運用益である3000億円をもとに日本の大学を支援していくというものです。大学にとってはかなり魅力的な内容ですよね。よく言われるんですけれども、日本の大学の研究費に関する支援とかってどんどん削減されているんですよ。なので今回のニュースはね、結構大学にとっては明るいニュースです。ただね、これね、選定基準があるんですよ。それについて解説しようと思います。選定基準こちらですね。この3つに該当している大学が今回のファンドの対象となります。1つ目、国内外の優秀な博士課程の学生を獲得していること、つまり博士課程がない大学は対象外です。2つ目、世界トップクラスの研究者が集う研究領域の創出育成と、つまり世界トップクラスの実績がない大学は現実的に考えて多分選ばれないと思います。3つ目、若手研究者が独立して活躍できる場の提供と、つまりね、若手の研究者で実績のある人が出てない大学はね、選ばれづらいと思った方がいいと思います。これね、選定基準見てわかると思いますけれども、該当するのって結構レベルの高い大学ばっかりなんですよね。先ほど研究費は削減傾向って言いましたけれども、実態を見てみると全体での研究費は削減されているものの、東京大学、京都大学といった難関大学の研究に使われる支援額っていうのは増えてるんですよね。つまりどういうことかっていうと、全体を一律に削減しますっていうものではなくて、結果が出ている大学に研究費を多く分配しますっていうものなんですよ。ですので削減と言いつつ、実際には再分配も行われているんですよね。そして今回の内容じゃないですか。これね、またレベルの高い大学に研究費が集まりますね。僕はこれ自体はすごくいいことだと思いますよ。実際に立候補しそうな大学として挙げられているのがこちらですね。国立大学でいうと、東京大学、京都大学、東北大学、東京科学大学、東京農工大学、名古屋大学、九州大学などと、私立大学だと早稲田大学、東洋大学と、まあ難関大学ばっかりですよね。4つ目、そもそもなんでこういうことをやり始めたのっていうところなんですけれども、毎年公開されている世界大学ランキングで、日本の大学ってことごとくランキング下がってるんですよ。一方で欧米や中国の大学っていうのはどんどんランキングが上がっていて、日本の大学はどんどん抜かれていると。そしてアメリカとかイギリスの大学っていうのは海外留学生確保が収入の基盤なんですよね。要は海外留学生を確保すると、それだけ大学の収入って増えるんですよ。このね、留学先を選定するにあたって見られるのが世界大学ランキングなんですよ。つまり世界大学ランキングで下位の大学っていうのはそもそも留学先に選ばれないんですよね。だからこそ日本は大学の収入を増やそうと思ったら海外留学生の確保が必要であって、海外留学生を確保しようと思ったら世界大学ランキングで上位に入る必要があるんですよね。っていうので、大学を支援して世界における日本の大学のランキングを上げていきたいっていうものです。なのでそのための投資として今回10兆円を用意したっていう感じですね。予定通り運用益が出ればいいなって個人的には思います。これ失敗しましたってなるとね、かなり叩かれると思いますよ。はい、この動画では10兆円大学ファンドについて解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。